強い強い、おかしいおかしい。え、どこカメラ、カメラどこ、おかしいだろ、ここだろ、どう、これこれか、違う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 、これこれこれ、この動画が皆さんのところに届くときには、もうね、僕たちはアルバムが出てる。これってなんで今白の衣装着てるか分かります？純白だからだ。なんていうの？ミリビリです。ゆっくり。あ、ミリビリミリミリビミリビミリ。あれこれ。実はなんですけど、レックの時めっちゃ苦戦してて、もう何テイクだろう、20テイクぐらいはやってたんですよ。今5回言えます、まあ、言えるんですけど、噛むっていうよりもニュアンスが難しくて、ミリビリミリミリビミリビミリ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 、これ言えるんですよ。でもレックになるとなんかアクセント入れたりとかそういうのがやっぱ気になっちゃうんで、そこすごい苦戦しました。ありがとうございます。あー本当ですか、嬉しいです、ありがとうございます。今までこうやって振りで好きな振りを教えてほしいなっていうので、はい、ギフテッドの振り付けが結構僕好きです。なんか結構シルエットが大事な振り付けになってるので、一つ一つの動きがちゃんと形に出てこう綺麗に見せる技術が必要になってくるんですけど、やっぱそういうところをこうなんていうんだろう、極めた時に出るそのギフテッドのやっぱ全体的なクオリティの高さはすごい目を引かれるし、曲自体はすごい盛り上がりのある曲なんですけど、実は音数も少ないし振り付け自体も結構落ち着いてるっていうのがすごいなんかバランスがいいなっていうふうに思います。シーってギフテッドの中でこの振り、その動き、まあスティングも結構好きですけど、最初のこの動きが結構印象的だし、やっぱここのシルエットは結構楽しいんですよ、やってて。この溜めてからの素早さからの一個一個カチカチって動きがハマっていくのが結構踊ってて気持ちいいな。そうですね、サビの急な重低音と盛り上がり方にこのスポーンっていうこのストップのニュアンスを加えるっていうのはすごいなんか考えられてるなって思います。ありがとうございます。はい、ということで今回スクリームがすごい最初からドラムの音がこう急に入ってくるので、こういきなり来たって感じがすごいあって、僕は素敵だと思います。いいと思います。いいね。ぜひ聴いてください。B1 1枚通していろんな楽曲が楽しめるので最高です。激アツです。激アツ。今回ですね、めちゃめちゃ踊れる曲多いのでダンサーの皆さん絶対踊ってください。僕も踊っちゃいます。今回俺たち3人曲や2曲分かれてユニット曲をぶちかましてるんで、皆さんぜひスペースペースしてください。スペースペースペース。いやいやいや、B3 だった。じゃあ B3 だった。また新しく撮り直してるから、そう、シャイニングマンもこの3つ新しく撮ってる、そして3人曲、4人曲もある、みんなで作ったクリエイティブに特化した曲もある、フェスで盛り上がる曲もある、全部詰まってます、チェック。素敵な曲がたくさん詰まっておりますので、ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。よっ、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 まだいける、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 あと1分あと1分、みんな聞いてくれよ、ほんとに。うわ、痛い痛い痛い。ですね、チェックチェック
バラね、僕たちも歌詞書きましたね、いっぱい、はい、書きました、ね、書いた曲もね、入ってるので、ぜひその歌詞もね、注目してください、はい、マイクリレーあるよ、マイクリレーあるよ、マイクリレーあるよ、そしてメッセージもね、メッセージね、はい、何を伝えたいのかメッセージ、メッセージ性があるから、メッセージ性があるから、結構、背中に書いてある、これが全てこれがそうね、ラブ、初のラブ、初のラブソング、初のラブソング、初のラブソング、もう背中に書いてるやつが出てきちゃう、語れ語れ、シュート行け、行け行け行け、いいアルバムになってますよ、いいね、かっこよさ、切なさ、バンドを、かっこよさ、かっこよさ、かっこよさ、全部詰まってます。結局 BE:FIRST って何なのか B1 聞けば分かります。おすごい、みんな聞いてください、じゃあね、絶対聞いてない。